東京支店東名三日日支店東京支店で待機する車両群東京支店上空白い枠で囲まれている部分が車庫敷地国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成 JR バス関東東京支店は東京都江東区塩浜にある JR バス関東の営業所 JR バス関東の基幹事業である高速バスの一大拠点であり、日本最大級の高速バス営業所でもある。2020年4月1日現在、132台が配置されている。2020年に完成した東京支店新社屋、JR バス関東では、最大の支店で乗務員仮眠所を有する。また、子会社である JR バステックの本社、 東京高速バス管理所、バスクリーンアップ部門、社員食堂、塩浜食堂を併設している。車両整備工場は他の支店の車両の点検、車検など整備を施行することもある。スカニアジャパンより他社向けのスカニア製2階建てバスの納車前整備も受託している。JR バス関東の高速バス運行における最重要拠点である。他の営業所に先駆けて、 東京営業支店という組織に変更され、その後全営業所の支店制度採用により東京支店となった。東京支店になってからしばらくは第1課と第2課に分かれていた。第1課が東名高速線、京阪神方面へのドリーム号を担当し、それ以外の路線を第2課が担当していた。他支店や第2課で運転経験を重ねた上で、 社内試験を受けて合格した乗務員だけが第1課に配属となるなど、社内でも別格扱いの部署であり、第2課にあたる担当路線が各支店へ移管された後も、入社当初からの東京支店配属はない。支店ごとの独立採算性を重視する施策が重視、されていた際には、当支店に配置されていた車両も担当する支店へ、路線と共に移管されることになったが、 運用上の都合から投資点に車両の管理委託をしていたものもあった。その後、ドライバーの勤務と車両の稼働を分離し、より機動的な動きができるようになっている。このことを示すように便によっては、車両とドライバーの所属が一致していないことがある。また、需要の多い路線には、複数の視点が動員されている。共同運行会社の大半もここに入庫することから、 日本で最も多くのバス会社、ナンバーを見ることができる営業所でもある。入庫するバス会社は JR バス関東、JR バステックを含めて26社、ナンバーは41種類に及ぶ。その入庫車両の多さから、中高便の一部は足立区千住緑町に土地を確保して、車両を置いていたが2020年9月15日をもって閉鎖した。以前は、 近隣の高東区審査及び古い芝に土地を確保して、車両を置いていた時期がある。また、バスタ新宿発着の一部便については、共同運行会社便と共に、新宿近辺の他社の車庫を借用し、折り返し待機に使用している。株組織として、三画日営業所を持っていたが、2018年10月1日に、透明三日日支店に、格上げ改装された。 新型コロナウイルスの影響で高速バスの各路線に運休が数多く発生しており、稼働しない車両が多く発生し、廃車や足し店への転属で車両数を削減したほか、佐野支店などに疎開させているものもある。東京駅丸の内南口から竹芝地区を巡回する JR 竹芝水素シャトルバスも担当し、専用の燃料電池バスを使用して運行している。 下記に列記しているのは、投資店常駐の車両で運行する路線である。JR バステックに運転業務を委託している路線、JR 東日本と JR バス関東が運行する、無料巡回シャトルバスあたり支店配置の高速車の車種構成は、JR バス、関東全体の車両外境の縮図と言っても過言ではない。国鉄バス時代は、長らくの間透明高速線、 ドリーム号専門の営業所であり、配置されていた車両は、トイレ付けの国鉄専用形式ばかりであった。1983年に、東京湾岸線が開業し、初めてハイデッカー車が配置された。このハイデッカー車で採用された塗装が、現行の JR バス関東の標準塗装に引き継がれている。1984年から1986年には、 東米高速線専用車としては、初のハイデッカー車の MS735SA が、最後の国鉄専用形式で配置された。主に三菱車が在籍していた。JR 化と同時に開業した、つくば号を受け持つことになったが、運行開始当初は、東京湾岸線から転用された、三菱不装 PMS715SA、富士重工ボディのトイレなしハイデッカー車がメインだった。 バス分社化後には、時は高速バス、東関東高速バス、夜行高速バスが次々と運行開始され、車両も急速に増備された。特に三菱不走、エアロクイーン M、同エアロバスが大量に配置され、一気に所属台数が増えた。このことだけが理由ではないが、両国から現在の塩浜へ営業所を移転している。東名高速専用の車両については、 ハイデッカーで内装もシンプルなものになっているが、交通量が多い透明高速道路でのドライバビリティを確保するため、ピックアップが重視されており、国鉄時代から一貫して競馬力仕様の車両が投入されてきた。1996年には、透明高速専用としては28年ぶりのイスズ車を発売直後のニューモデルで導入し、注目を浴びた。 1997年度から2004年度まで、常磐道系統や東関東系統などの近距離路線用に定馬力仕様のハイデッカーやミドルデッカーが多く導入され、東名高速線にも三菱エアロバス、スタンダードデッカーや SA 観光仕様が導入されたが、東名高速では動力性能が不足気味だったため、1から2年で近距離路線へ転用された。 これらの車両も老朽化により、置き換えが進み本支店所属のハイレッカー車は2019年度に、西日本 JR バスから移籍してきた、ガーラ二代以外が高馬力仕様に統一された。現在は、東京駅名古屋駅の便のみの担当となり、ラクザシートのエアロエースと、後部一面に広いパウダールームを備えた新車のセレガで運行している。1990年度に、 ドリーム複々合用で導入されて、以降、導入が進みや交便の主力となっていた2階建てバスは、2010年度導入のプレミアムドリーム用の三菱不装、エアロキングを最後に、しばらく新車導入がなかったが、2018年度からバンホールアストロメガで導入を再開している。また、2階建てバスと共に導入されていたスーパーハイデッカー車は、 国鉄時代の1986年度から導入が始まり、2006年度まで導入されていたが、現在の配置はなくなっている。代わって、中高便のみならず、夜行便でも主力となったハイレッカー車は、ドリームルリエ仕様、グラン仕様、4列シート仕様の3タイプが配置されている。4列シート仕様は特注ワイドシート40席、パウダールーム付きタイプ、 メーカー標準ハイエンドシート44席タイプ、以前に導入されていたラクザシート40席タイプが配置されている。すでに UD トラックス製の配置はなくなり、イスズ社は2007年度、三菱不走社は2010年度で投資店での新車導入が止まり、2011年度からはすべて日のセレガのみとなり、投資店に配置されている車両の大半を占めている。JR はステックに、 つくば号は、先号の運行を委託しているが、使用車両については、ハイデッカーの古参車を委託者として専属させている。世代交代があっても常に、古参車が当てられている。JR 東日本と JR バス関東が2020年10月24日から運行している、東京駅丸の内南口から、竹芝地区を巡回する、JR 竹芝水素。 シャトルバス専用の燃料電池バスが貸し切り登録で2台配置された。この2台には期間限定で車体ラッピングが施されており、2台とも水をイメージした水色をベースに、1台は SDGs のロゴなどが描かれた SDGs デザイン、もう1台は2050年ゼロカーボンを目指すゼロカーボンチャレンジ2050デザインとなっている。 ナンバーも希望ナンバーで2027と2050を取得している。水素燃料の充填は高輪ゲートウェイ駅前の水素ステーションで行われている。無料運行のため、運賃箱は設置されておらず、乗降方式は前乗り中ぶりとなっている。ありがとうございます。